リチャード・ベッツ・アメリカのミュージシャン。ギタリスト、シンガー。アメリカのロックバンド、オールマン・ブラザーズ・バンドのオリジナルメンバーとして有名。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第58位。2011年の改訂版では第61位。1943年、フロリダ州、ウェスト・パーム・ビーチ出身。 アマチュアのフィドル奏者であった父の影響で5歳の時にウクレレを始める。ブルーグラスやアイリッシュフォークソングを好み、その後バンジョー、マンドリーン、ドラムといろいろな楽器を経て10代前半でギターを始める。最初のギターはステラ製アコースティックギター。ベッツにとって最初のギターヒーローはデュアン・エディであった。その後、BB キングなどのブルースに傾倒する。 17歳になると色々なバンドで演奏し各地をツアーで回るようになる。その後ジャクソンビルに移住。ベーシストのベリー・オークリーと一緒にセカンド・カミングというグループで活動する。1969年にベリー・オークリーと共に参加したセッションでデュアン・オールマンと出会う。直後にオールマン・ブラザースバンド結成。ベッツはデュアンとツイン・リード・ギターを構成する。 またメインのソングライターとしても活躍し、初期の楽曲、リバイバル、エリザベスリードの追憶、ブルース・カイトを世に送り出す。1971年10月29日に、デュアン・オールマンがオートバイ事故で他界。バンドのリーダーであり、絶対的な中心人物を失った、オールマン・ブラザーズ・バンドは、存続が危ぶまれる。 しかし代わってリーダーとなったベッツが強力なリーダーシップと豊かな音楽性を発揮する。ギタリストを追加せずソロギタリスト体制で活動することとなり、制作途中であったアルバムエイト・アピーチを完成させ、バンドの活動を軌道に乗せる。1973年8月にはブラザーズシスターズがリリースされ、全米アルバムチャートナンバーワンを記録した。 このアルバム収録のベッツがボーカルを取ったランブリンマンはバンドの最大のヒット曲となった。またジェシカはサザンロックを代表するインストゥルメンタルとなった。1976年、グレッグ・オールマンとベッツの不和からオールマン・ブラザーズ・バンドは解散する。ベッツはディッキー・ベッツグレート・サザンを結成した。1989年、 オールマンブラザーズバンドが2度目の再結成をし、ベッツは自身のバンドにいたウォーレン・ヘインズと共に参加。2000年にオールマンブラザーズバンドを再び離れている。オールマン初期にはブルースを基調としたプレースタイルで、ライブでは長いソロを取ることも多い。特にライブ版、フィルモア・イーストでの演奏はコンビを組んでいた。 不正室の天才ギタリスト、デュアン・オールバンに弾けを取らない堂々としたものであった。また、初期のソングライティングでは、エリザベス・リードの強くに代表されるようにジャズや、プログレよりの作風が、オールバンの音楽性の幅を広げるのに貢献した。その後、次第に、カントリー色が強くなり、カントリーを基本とする独特のスタイルを確立。ボーカルも担当し、グレッグは、ブルース系、 リッキー・ベッツはカントリー系の曲とアルバムでも分かりやすい分担となっていた。メジャースケールとコード等を多用し、緩やかな緩急でメロディアスに歌う独自のギタースタイルはサザンロックギターの一つの典型となり、後世の特にサザンロック系プレイヤーに大きな影響を与える。また、オールマンのギタリストとして例外ではなくスライドギターの名手である。 別作曲のジェシカは1996年にベストロックインスト賞を受賞した。オールマンブラザーズバンドでは最年長であった彼だが、デュアン・オールマンには深い尊敬の念を抱いているようで、自分の息子にドゥエインと名付けている。その反面、弟のグレッグとは折り合いは悪いようで彼との不和が原因で同バンドも三度も脱退している。 オールマンブラザーズバンドの初期には1961年製のギブソン SG を使用。後に彼はそれをデュアンに譲った。それから1957年製のギブソンレスポールゴールドトップを使い始め、このゴールドトップはディッキーの代名詞となった。彼はそれにゴールディという名前をつけていた。その他フェンダー製のギターもよく使用する。ソロアルバム。 ありがとうございます。